はようございます。ナス。試合ですね。100記録返すか。100ですね。だから、今まで僕ら試合で負けてるじゃないですか。はい。100一本だけっていう試合久しぶりですよ。ああ、確かに。はい。もうだからこの一本にかけるってことですよね。あ、そうそうそう。そのね、やっぱり一本目にかけるっていうピーキング力、うん、アップ、うん、大事ですから。ああ、はい、そうですよね。ラウンドじゃないんで。確かに。楽しみだね。タイム狙いに行きたいですね。11秒台、もし12秒出してるんですか。ああ、おじさんしかない。あ、じゃあ出してないっすね。そうなんですよ、だからもうやばいっすよ。12秒、3年目で11秒台いってからずっと11秒切りましたけど、今シーズンはまだ出してない。でも400は52秒5。いや、それラップはそうっすけど、フラットは53秒3。はい、はい、かな。で、1000m が昨日走ったみたいで、1000m が2分48。めちゃくちゃ速いですね。あ、本当ですか。普通に転向した方みたいなのが抹茶ぐらい速いです。いや、今日はそれを打開しに来ました。やっぱり100スプリンターだなみたいな。そうそうそう。で、やっぱ 1000m3 分切り、はい、100m11秒台、40歳以上はなかなかないと思うんですよ。まあ確かにね、うん、マルチでね、マルチでね、それを狙っていきたいんです。まあちょっと昨日の線の疲れが若干あるけど、まあさっき金広さんにケアしてもらってだいぶ軽くなりましたし、はい、これ金広さんパワーで乗り切るしかないです。いやもうね、神なんで、神なんで行きます期待してやすよ。期待してください。はい、はい、ありがとうございます。頑張っちゃう。うっす。ミッドレスハーニー、はい、これ私100走ってこれ飲んで400走ってシーズンベスト出したんですよね。普通100走った後いつもバテバテなんですけど、あの灼熱の時に、だからおすすめです。我々のエネルギーって言ったら糖質ですから、はい、蜂蜜はやっぱ糖質の吸収早いんで。なるほど。で、大体蜂蜜ってあの人工甘味料が入ってるんですよ、市販のものってね、はい、うんうん、ただこれはあの無添加、人工甘味料も入ってない。ダニエルも食べれる。なるほど。はい、おすすめでございます。はい、じゃあこれ食べて頑張ります。はい、よし。昨日 1000m 走ってきたさ、体に限界来てるじゃないですか。はい、しかも肉離れ明けなんで、これどこ今めっちゃいいですね。でも 1000m で2分48ですもんね。はい、早いですね。こっちの方向いてるんじゃないかみたいな。ちょっと僕もそう思いました。まあどうですか。あ、楽ですね。左を重視。もういい、いかにも憎りそうな走り。左を重視。すごい早く見えるな。時間頑張れ。第1組。頑張れ。第4時頑張れ。見えるのか。気にならないね、これはね。落石の肉花が秋の復帰レースですね。第1組。早っ。おー、北川さん。北川さん早い。北川さん早い。スターさん早い。流れ1点速いぞ。おー、ぶっちぎり。風はこう言っての苦労。いいですね、素晴らしい。お疲れ様です。動画見た感じは結構ぶっちぎって1位でしたよ、はい、あー、うん、そうかなり、まあそれはそうだよって当たり前の顔してますけど、いや、はい、走りはそうですね、うん、ぶっちぎってましたよ。良かったと思ってるんですけど、うん、ケンちゃん知ってるんでしょ。タイムどうなんですか。いいですか。教えてもらって、まず小数点からいきますか。小数点、あ、はい、なるほど。11か12か分かんないですけど、はい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 、まあ、23ですね。え、23。いやいやいや、したらもう分かるじゃん。だって分かるじゃん。これ分かるじゃん、23だったら。今日だよ、今日だよ、分かるじゃん。もう10。いやいやいや、いいいいいい、今だって 2の方、2の方、2の方、1だったらもうこれあれだよ、もうね、年齢ランキング1位ですよね。全国ランキング1位ですよね。やばい、うん、23でしたね。23みたいな感じでいいんじゃないですか。いやいやいや、おいおい、自分がタイム悪かったら適当にするんじゃねえよ。今日もね、正直昨日線走って体バキバキだったんですけど、もう金広さんにさっきケアしてもらって、はい、体軽くて、はい、走りも良くて、川瀬さんにも褒められたんですよ。あ、本当。それはじゃあ金色さんのケアも微妙で、川瀬さんの目が不思議だな。お前、おお、あの、皆さん、あの動画上で初めていいですか。僕こっち殴っていいですか。いうことじゃないよ。まあまあ、浮き明けなんでね、しょうがないかな。まあそうだね。うん、
まあまあ相性が悪かったにしときましょう。そうですね。ちょっとこの競技場相性悪いってことにしときましょう。言い訳し続けて生きていきましょう。そうね、言い訳大事。言い訳大事。自分を保つためで。そう。わかりました。はい。頑張って。はい。締めっぽ。締めっぽ。締めっぽ。ええ。工作室やろうかな。じゃあね。